今回やっていくマインクラフトはマイデンシスターズに見つかってはいけない世界。目標はエンドラ討伐。この動画を見る前にまだチャンネル登録をしてない人が 90% もいるからよかったら登録してね。それじゃあ動画にレッツゴー。ということでこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりヨウムだにょん。それじゃあ今日も京都でマインクラフトをやっていきますか。今日やっていくのはマイデンシスターズのモッドだな。フランこのモッドの詳しい説明お願い。オッケー。このモッドではマイデンシスターズが襲ってくるよ。え、なんで襲ってくるのぜ。いや、それは霊夢が暇でちょっかいをかけたりして怒らせたからだよ。いや、覚えてないですね。まあ何にせよ今全日とマイッキーは霊夢のことを見つけたら攻撃してくるから、今霊夢が持ってる望遠鏡で位置を確認して逃げながらエンドラ討伐を目指してね。お、それは面白そうにゃんね。それじゃあマイッキーたちがあっちにいるうちに村に入っていろいろアイテムを集めますか。よ、今回の村の宝箱めっちゃ豪華ですね。まさかの鉄装備が3つもあったな。ヘルメットはないけどこれだけで相当防御力は上がったね。これは幸先が良くて嬉しいにゃんね。よし、ある程度村のチェストは開けてきたから次はツールを作っていくよ。まずは木のツールからだな。奥に山があるからそこで丸石もパパッと集められそうだね。それじゃあ石のツールにするまでカットにょん。よし、これで石のツールは一式作れましたね。小麦の俵もあるからこれでパンが作れそうだな。村の俵をすべて集めたら食料には困らなさそうだね。他にもゴーレムとかもいるからそれも倒して鉄も欲しいにょんね。ということでパンは半スタックぐらい集めたんですけど、善一さんが近づいてきてますね。もしかしたらこの村にいることがうすうす気づかれてるのかもな。さすがに今は絶対勝てる気がしないから急いでこの村から離れた方がいいね。それじゃあやることだけやったら長居せずに急いで逃げるにょん。オッケー。それじゃあ見つかるのは怖いけどゴーレムを倒すわよ。確か3段積めばゴーレムの攻撃は届かなかったよな。ってことはこの高さからだったら一方的に攻撃できるね。じゃああとはひたすら殴るにょん。よし、ゴーレム討伐完了。確か鉄インゴットは3から5個の間の個数をランダムで落とすからできれば5個欲しいな。お、一番いい5個もらえたね。これは嬉しいにょんね。それじゃあこの鉄インゴットは鉄ツルハシを作るのに使いますか。お、目の前に鍛冶屋があるな。じゃあツルハシを作ってる間にポテトを焼いておいた方がいいね。おぼーっとしてる間にもう焼き終わりましたね。鉄ツルハシも作れたからこの村でのやることは終わったね。それじゃあ一応出る前にかまどを一つだけもらっていきますか。あ、マイッキーたちももしかしたら追ってくるかもしれないから望遠鏡で場所を確認しておいた方がいいかもな。ですね。お、村にいないと思ったらもう村の外にいましたね。もしかしたら村を出ようとしてるのがバレてるから待ち伏せしてるのかもね。出る前に気づいておいてよかったにょんね。それじゃあ逆方向から村を出た方がいいな。うわ、マイッキーが近くにいますね。善一さんは待ち伏せ役で、もしかしたらマイッキーが村の中で探してるのかもね。お、でも奇跡的に後ろを振り向かれずに見つからなかったな。それじゃあ地上から出るのも危ないから地下に行った方がいいにょんね。ですね。ということで地下深くまで来たよ。なんか目の前に見たことないモブがいるな。うん、ここからだと顔が見えないにょんね。お、今振り向いたね。で、あれはブーですね。あれは敵味方のどっちなんだろうな。それじゃあ近づいてみるにょん。うん、近づいてもあんまり反応がないですね。おい、何倒してんだよ。あ、でもなんか見たことないアイテムをドロップしたね。善一さんとマイッキーの顔が書いてあるにょんね。うん、どんな感じなんだろう。名前はマイゼンインゴットっていうらしいな。さすがにこれは説明なしだとわからないと思うから説明すると、このインゴットはクラフトに使えて善一ピッケルとマイッキーソードを作れるよ。お、名前的に強そうにょんね。ちなみにそれってどのくらい集める必要があるんだ。これはピッケルに3つでソードに2つだね。意外とブーはそこら辺にいたりするからここら辺を探せば集められると思うよ。それじゃあ頑張って集めますか。え、というか集めようと思ったらマイッキーたちに場所がバレてきてるんだけど、もしかしてさっきマイッキーはわざと気づかないふりして後をつけてきてたにょんね。おい、さすがにこれはまずいから一旦逃げるのぜ。オッケー。ということで結構高い山に登ってなんとか逃げてきたよ。今善一さんたちは霊夢のことを下で探してるな。それじゃあ今余裕があるからマイッキーと善一の武器を作ったらどうにょん。あ、それがいいですね。マイッキーたちから逃げてる時に結構な数のブーを倒したからもう作れそうだな。それじゃあまずは善一ピッケルを作っていくわよ。お、このピッケル絵柄も善一さんになってるね。これはいいな。よし、じゃあ次はマイッキーソード。これも剣と同じ感じに置けば作れるね。お、これはマイッキーの絵柄が剣に書かれてるね。このツールはどっちとも強そうだな。それじゃあちょっと怖いけど下に降りてこのマイデンシスターズのツールを試しますか。ということでバレないギリギリの位置まで来たわよ。早速その牛で試してみてよ。お、ジャンプギリだと一発で。まさかの普通に切っても一発だな。ってことはこの剣は相当強いにょんね。それじゃあ次は善一ピッケルを試していくよ。よし、下に掘って丸石を壊すわ。いや、さすがにこれはチートすぎない？丸石が豆腐のように溶けていったな。これは地下で作業するときに役立ちそうにょんね。それじゃあある程度装備もツールも揃ったからそろそろ目標に向かって頑張っていきますか。まずはネザーに行くからネザーゲートを作らなきゃだね。ってことは地下に行ってマグマだまりを見つける必要があるな。ということでマグマだまりを発見したよ。いつもはバケツでネザーゲートを作ってるけど今回は黒曜石で普通に作っていこうと思うよ。確かにこのピッケルだったら一瞬で壊せるからこっちの方が早く完成するにょんね。よし、ゲートは完成したから
から向かっていくよ。え、なんか善一さんがすぐそこまで来てるんですけど。おい、急いでネザーに行くのぜ。ふわ、危なかったー。一応このゲートで来れないように壊しておいた方がいいもんね。それじゃあ多分善一さんたちが落ちてくると思うから、その前に急いでピグリンと交易をしていくよ。ということで想定外だけどまさかのピグリン要塞を見つけたわ。ちなみにさっきは急いでたから聞けなかったけど何のために攻撃をするのぜ？火炎耐性のポーションのためだね。ブレイズと戦う時にそれがないときついからね。それじゃあ他の敵モブもいるから気をつけて攻撃してね。オッケー。よし、ということで攻撃は終わったわ。ちなみにポーションはゲットできたのん？そうだね、まさかの3個ももらったよ。他にもエンダーパールとか光の矢とかももらえたな。それじゃあこれでブレイズと戦えるようになったから次はネザー要塞に行く感じだね。ですね。ということでネザー要塞には着いたんですけどまさかの善一さんがあそこで待ち伏せしてますね。やっぱネザーゲートでネザーに行くのは見られてたっぽいね。おでも善一さんが奥に行ったから今がネザー要塞に行くチャンスだな。よし、なんとか要塞内には入れたわ。それじゃああとはブレイズスポナーを見つけてブレイズ狩りをする感じだね。ってことはフラン霊夢がブレイズと戦ってる間にいつも通りコメント返信してくれない？オッケー。それじゃあフランちゃんのコメント返信コーナーをやっていくよ。まずは一つ目、うこつです。あと質問です。ラルキルさんの将来の夢って何ですか？コメントありがとう。将来の夢はYouTuberだよ。まあ真面目な話をすると就職するまでに YouTube が成功して将来の心配がないぐらいに稼げるようになったら YouTuber になるかも。二つ目、一人暮らしですか？動画遅くても面白いから大丈夫です。コメントありがとう。ちょっと最近また動画の投稿時間が遅くなってごめんね。最近テストが近くなってきて勉強もしてるからそれで遅くなっちゃったりしてる。見バレを防ぐためにいつ終わるかは言えないけど終わったらまた投稿時間は戻ると思うよ。あ、質問の一人暮らしですか？なんだけど一人暮らしじゃなくて寮に住んでるよ。三つ目、チャンネル登録してる人増えた。コメントありがとう。総登録者が 1.8 万人を突破したよ。あ、まだ YouTube の方だと反映されてないかもだけど投稿者だけが見れるところだと思う突破したね。あとみんなのおかげでまさかの運営さんからまたショートファンドをもらったから、エシさんにそろそろ立ち絵お願いできるかも。あ、でも書いてもらう時間とかやり取りとかでまだ先にはなっちゃうから気長に待ってくれると嬉しいよ。それじゃあこれでコメント返信は終わるよ。また次の動画でもコメントは返すと思うからよかったら気軽にコメントしてね。それじゃあ霊夢の実況に戻るよ。ということでブレイズパウダーを必要な分集めてきたよ。善一さんはあそこにいるけどまだ気づかれてないな。それじゃあ次はエンダーパール集めにょんね。ということでエンダーマン狩りをするために歪んだ森に来たよ。ここにもブーがいるんだな。足も速いし何気に攻撃力も高いから意外と厄介にょんね。お目の前に荒廃したポータルがあるね。それじゃあエンダーパールを集めたらここからこれで現世に戻りますか。これで戻る手間も省けてラッキーだな。ということでエンダーパールも集めてきたわ。あとはこれをクラフトしてエンダーアイにするだけにょんね。え、待って、あそこにマイッキーがいない？動きを見る感じ霊夢のことを探してるな。これは気づかれる前に逃げた方がいいね。それじゃあポータルはもうそこにあるから急ぐにょん。なんか近づいてきてる足音がするんだけど。うお、こっちの方に来てるな。おとりあえずなんとか逃げれたね。ふう、よかったー。それじゃあ次はこのエンダーアイでエンド要塞に向かってね。オッケー。ということでこの下にエンド要塞があるそうだから直下掘りをしていくよ。全一ピッケルは強すぎてすぐ壊れるから落下ダメージを食らわないように慎重に使わなきゃだな。ということでエンド要塞のブロックに当たったわ。思うそこにポータルが見えるにょんね。それじゃあスポナーだけ壊してパパッとエンドに向かおっか。ですね。よし、それじゃあ向かっていてかなんでかマイッキーがいるんですけど、マイッキーは攻撃してこないけど善一さんはしてくるから善一さんが来る前にエンドに行った方がいいな。でも少し気になるから見てみますか。あ、ここにいましたね。え、待って、ワンパンは強すぎない？これはもうなんとか前でエンドに行くしかないよね。ということでエンドまで逃げてきたんですけどまさかのここまで追ってきましたね。あ、でももしかしたら今マイッキーたちはクリスタルの近くにいるからクリスタルを破壊すれば爆発に巻き込めるかもな。ワンチャンそれいけそうですね。よし、破壊。え、無傷なんだけど。これはもう諦めて逃げながらエンドラを倒すしかないね。お？でも今落ちてさすがにあの高さから落ちたら。あ、全然ピンピンしてます。もう無敵すぎるにょん。よし、めちゃくちゃ削ったから最後はマイッキーソードで倒すわよ。え、ブー多くない？いやいや、これは効いてない。ブーの攻撃で進めてないね。いや、この死に方は理不尽じゃない？それじゃあ最後は弓矢で倒すわよ。よっしゃー、エンドラ討伐完了。これで今回の目標は達成だな。それじゃあこの動画が良かったらチャンネル登録と通知オン。モチベーションにつながるから高評価もよろしくにょん。Twitter とかサブチャンネルもやってるから概要欄からフォローよろしくな。それじゃあバイバイ。